こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはハッセルブラッド用のレンズ、カールタイスドナー 250mm C タイプレンズ、シルバー強度になっております。白強度ですね。はい、ご覧の通りですね、このバブルケースが付属しております。外観から見ていきますね。外観はですね、ご覧の通り、白強度はですね、こういったバレルの部分が非常に傷つきやすいですけれども、この個体はですね、非常に綺麗ですね。こういった薄いスレが、ちょこちょこと見られる程度で、ほぼ見えないですけどもね。はい。非常に綺麗な状態です。全体的にも綺麗ですね。ご覧の通り、油汚れの付着もありませんし、文字のかすれもありませんね。はい、全体的に備品と言っていいレベルじゃないかと思います。はい、レンズも前玉後ろ玉ともに非常に、いい状態ですね。この通り引っかき傷などない状態です。はい、コーティングもしっかりとこうご覧のように綺麗に残ってますね。はい、中玉にも曇りカビやバルサム切れなど見当たりません。ホコリッチの、混入が多少見られる程度ですけれども、こちらもですね、映像に影響するものではありませんね。はい。はい。プレビューもきっちり聞いてますね。はい。ご覧の通りです。では、シャッターのチェックに行きますね。はい。ボディとも脱着も問題ないですね。はい。では、低速の1秒からいきます。はい。1秒。しっかり刻んでますね。はい。安定して。はい。1秒刻んでおります。次は2分の1秒ですね。はい。2分の1秒も。いいですね。はい。次が4分の1秒。いいですね。4分の1秒も、しっかりと刻んでおります。ご覧のようにですね、低速シャッターに、シャッターの粘りや、シャッター膜の遅れなどないのがお分かりいただけると思います。はい。では、中速の60分の1秒です。こちらもいいですね。60分の1秒もしっかりと切れております。はい。では、最後に、500分の1秒。はい。こちらもいいですね。高速シャッターもきっちりと安定して切れております。はい。ということで、外観、光学、内部のシャッター機構、ともに全く問題のない、ドナー 250mm ですね。付属品が、こちらの、バブルケースと、フロントキャップ。こちらが付属しております。はい。はい。バブルケースもですね、傷だらけにならずに、おおむね綺麗な状態と言えますね。はい。ということで、ハッセルブラッド用のレンズ、カールタイス、ドナー 250mm、C タイプレンズ、白強度になります。お探しでした方は、お早めにチェックしてみてください。以上です。